はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗力試練 5DX ライブ配信始めていこうと思います。12回目ですね。前回すごく本願寺攻略で手こずりました。で、町の整備とか城の整備とかを行って建て直しを図ったところです。今度こそ本願寺長島あたりを長島から取っていきたいと思います。果たしてどうなりますか、見ていきましょう。あっという間に1569年になっちゃいましたね。はい。配信はいつも通り Twitch で、始めております。Twitch アカウントフォロー。チャットコメントぜひお願いいたします。Please my Twitch、my アカウントフォロー and チャットコメント please。この動画のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。2日後、21時頃にプレミア公開する予定です。ぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録高評価もぜひお願いします。マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live アーカイブアップロードMy YouTube チャンネル2 days after。 旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントの、フォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 My Twitter X アカウント Please follow and リポスト and グッドボタン please。 では見ていきましょう。戦力攻略、本願寺あと2条で、本願寺は勢力図やったっけ、なんかありますね。これが織田の勢力かな。この色の理論がよくわからんす。水が茎水運だしな。地位大名は織田家ですね。高賀氏を味方につけるのも一つ有効かもな。伊賀は誰が味方なんだ、やっぱり家康か。高賀は支持大名がない。ちょっと高賀の里行ってみるか。急がば回れみたい、理論で今長島でバトルやってますね。あ、でも長島行くんだったら助けに行っていい。これ無理なのかな。影山が、ん？何これ。毛利が、あ、そうか。毛利が同盟結んでて、影山がいるんだ。まあ、ちょっと待って、今。勢力って、秀吉は武士根拠は5719で、名声が3。はいか、ご覧の通りか。拠点だ。長浜城。今浜から改名した長浜城です。1万3000人いるんか。でも、まだ心持たないからな。でも元就味方につけてんだろう。まあとりあえず甲賀の里へ行きましょう。ニンニンということで、ちょっと甲賀、
かい？はい。あと2つ。おお、ついに忍術が4まで上がりましたね。石抜き？なんだこれ。浄破壊を行った時は成功率や効果が上がるだって。だろうな、教えることはもうないからな。タコのため会えない。どうやったら会えるんだろう。いや、ようやくラブラブ度が1上がった。引き抜いたろうか。なるつもりがないのは。喜ばんだろう。あ、喜んだ。ラブラブ度が1。天皇城。あ、もう。これなんかコメントがあるみたいなんですよね。武士になるつもりがないだと厳しいみたい。え、一体太郎さんってどこにいるんだ。忍者違う。え、これ実際力か。忍者浪人がわかるのか。でも墨の蔵料理はなる気ないだろうな。鹿が義氏を襲って剣立つのもありだけど、近いところが淀屋、森田常雲。あ、でもこいつ味方になるつもりはないだろうな。有力な人をちょっと探そう。伊達って
ああ、なるほど。春船に敗れたのかも。結構年だもんな。山の内上杉家やられた人だよな。信虎は父親だし、梶原大阪の陣までは生き残る。わからん。誰が優秀なのかがわからん。ひどいな。尾道今いるんだ。魅力はでも78あるんだよな、実は吉内。ん？誰？粕谷武則。わからん。とりあえず戻ろう。で、自宅。誰？うんちくじいさん。神秘の扉が開かれたってわけですね。物の価値を見つね、地味と歴史家エンディング。なんだ、そのぐらいか。まあいろいろな、あ、いいですね。羽柴秀長湯野です。軍学とかいろいろゲットしましたね。軍港、まずは妻と話して、で、出勤、あ、じゃあ出勤、軍資金2万へそくりを持っとこう。え、そうやったっけ。ああ、まあそうだ。能力を鍛錬、鍛錬、いや、能力を鍛錬ってそんなする必要ないだろうと思う。ここでやってもいいんだ。これで忍術が4フルになりましたね。あと武芸、弓術、水軍あたりか、あと、医術とかか。そんなに、満たされるものはないですよね。札も結構持ってるし。表情の前行きましょうか。ね。行きますか。まず、指名伝達。武力のある人はちょっと攻めてもらってっていう感じか。半兵衛とか結構武力あるんだ。あ、じゃあ蜂須賀は、蜂須賀加藤を、あ、栗山かはちょっと攻めてもらおう。黒田は何が向いてるんだ。まあ何でもいいですね。特に足軽は強いんで。じゃあ
あれ？なんで？あ、黒田官兵衛をまず昇進させますかね。はい。福島正則もいいかな。昇進させましょう。で、指名伝達。これで足軽大将になった。黒田官兵衛。何が選べる？足軽は、足軽にはできない。人材調査、拠点調査。訓練、鉄砲、兵糧。兵糧も結構あるんだよな。訓練かな。まだ結構長期修行でいいや。黒田さんもなんか足りないんだよな、いろいろ。軍資金、ん？ちょっと待って、軍資金調達って、中途半端か。じゃあ長期修行。長期修行？半兵衛は武力はまあ悪くない。まあ、軍資金調達かな。内藤純庵は長期修行で用意。感じ半兵衛が、いや、あ、まあいいか。特に半兵衛やらせることないから攻めさせてもいいかもしれない。この辺が、あの、戦い、援護に行く人たちってことにしよう。黒田官兵衛、なんか訓練になって、あ、訓練ってそういうことか。足軽を訓練させるのか。で、合戦で、長島城で、4000人を投入。一応セーブしとこう。その配置ちょっと待った、軍団命令は何もない。あ、もう、あの、いる状態になったっけ。包囲してる状態なんだ今。え、ああ、あれ、あ、ここまで攻略できてるんだ、二の丸まで。ここにいる状態ってことか。じゃあ戦いましょう。きついな。あ、毛利軍だ。
モリルに戦わせる戦略かな。なに、いいですね。あ、もう、縄文爆破できんじゃないの、これ。あ、まだだ。間のモチベは結構高いからな。何これ、どうだ、まだだ。本当どうよ。すごいな。やつ、モチベを下げる。さあ、どうだ？まだだ。あれ？勝手に動く。あ、そういうことか。それでどうだ、いけたか。オッケー、ちょうど陥落したと言いつつ少しお待ちください。お待たせいたしました。では、いよいよ本丸にたどり着きましたね。ただね、気になるのがモチベなんですよ。もうちょっとなんだけどな。とりあえず船内病炭作るし、使うしかないな、今は。軍団長じゃないから使用できないんだよな。ダメージ与えられないな。とりあえず軍技をやるとして、剣手かな。
まずは剣士かな。お、三段打ちだ。鉄砲台だったんだ。でも三段打ちもそんなにダメージ与えられないな。交渉、援軍は交渉を行えません。援軍要請できません。だからダメなんだな。安全して、まあもう武器終了しかない。何も打ち合いにできることはなかったんです。もちろんあとはモチベ上げるしかないです。本当の努力、いいよ、ナイス。宴会あれ全部に効くんじゃないんだ。ガンガン、何これ、21。つまり今回は宴会のターンってことか。 OK、 モチベアップ。4、まあそらそうだな。こいつ誰だっけ。あ、でもこれができるってことはそういうことなのかな。あ、でもまあまずは剣士です。剣士だったんで、1.5 倍だもんな。剣士がまだ使われてない。剣士もう働いてるよな。じゃあ射撃17しか減らない。え、こっちに攻めるか。強いよねやっぱりね。え、なんかモチベ上がったのになんか元戻っちゃってるや。あ、そんなことないか。からです。力攻めやっとこうか。あんまり減らないな。むしろやっぱり丸焼きにした方が良い感じがする。全然減らないし。ん？剣士って、あ、剣士がない。剣士を使わないとダメだ。これなんだっけ？2連発か。
いやー、攻めにく、攻めにくい。苦戦してるな。あ、うちの軍があまり減ってないのは幸いだけどな。ただ持ち目が高いんだよな、非常に長島の人たち。何これ、持ち家アップ、全然減らないや。まあ千なり秒単だな、このターンは。こっからだ。あんまり減らない、これダメだな、あんまり効果ないな。ダメージもあんまり与えられてないんだけどな、決めきれないかもね、このままいったら。ん？意外と強くない？モチベ力、もうちょっとモチベ欲しいよな。よし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 。オッケー。剣士はまあ大丈夫。射撃。調合、お、なんか結構順調には減ってる。熱湯、でもあんまり良くないな。時間がかかる、本当に攻めるのに。いいよいいよ、モチベ下げるのがいいのかな。でもモチベ減らないよねこいつ。あ、ようやく、なんつうかオーバーフローしてたんかな。オッケー、モチベアップ。一気に減った。
そうだな。ゲージは3しかない。3。あんまりダメージ与えられないね。雨降った。だいぶ減った。縄文爆破でもかけるか。ここあそうだ、雨のために縄文爆破。じゃあ千成秒短かな。で剣士はまだ普通の射撃で良い。あんまり減ってない。結局射撃しかないね。え、射撃がない。これ雨だからダメ。ビーム、お、連続ビーム、連続ビーム。いや、いいよ。ここで縄文爆破かな。あんまり減らない。射撃富山影塔か。影半分近くになったな、これで。お、ひぜめだ。森元就 自身が、なんと参戦してたんだ。それはすごいよな。森味方だったんだ。いや、恐ろしいわ。減るよな、ゲージが。恐ろしいな、毛利。恐ろしいね。もう半分以下になりましたね。秀吉を見とかないとな。千成秒短。ん？ちょっと待った。大丈夫か。モチベ力。モチベはまだ全然減ってないな。
これでどうだ？まあ減ってはいるけどっていうとこか。まあちょっと城攻めはモーリーに任せよう。これはきつい。200切ったね。でも援護が来ないんだな。これ見放されたか、もはや。次アベルターンか。ビーム、連続ビーム。千なり秒短だろう。剣手だろう。三。モチベが二しかない。あの剣士が使えない。4100なのがだんだん減ってきた。あれ前に出るやつってなんだろう。本当努力、勇気高いな、みんな。毛利軍って。お、モチベアップ、モチベアップです。宴会、これって対処は今常温爆破は無理なんで、弓矢竜は千なり、このターンは千なり秒短でいこう。あ、なんかやばい、剣手がもうない。剣手しかないな。剣手がなんか基本だからな。必死にモチベ上げようとしてる。藤江氏、自分も剣手だな。全部あと剣手が有効になってんで、
なんで射撃できないんだ。やばいな、結局は攻めきれないのか。てか、自分らすべての士気をアップできる。ハミだった。モチベアップはいらんしな。サンバーゾーン内壊滅。雨のために実行できないよね。一気にガンガン攻め取るつもりだ。当然縄文爆破。いや、まだだな、まだ千なり秒短。ちょっと待った、ちゃんと医療できてんで、千なり秒短。次のターンまでかかりそうだ。やったとしても。結構効くやん。こいつ、弱いかも。一気に敵対象を狙わせる方がいいかもな。来るか、野戦になるか。まだならない。いや、少ないから。あ、でも少ないからな。あ、攻めなかった。攻めた。多分縄文爆破って無理だろう、今の状況やったら。剣士は切れてないけど。
さあこれでどうだ、野戦来たか。うちの軍どこにいるんだ。根殺し強いよなこれ。なんかうち真ん中にいない、うちら。うちは真ん中にいて攻められてるよな。誰だ？あ、違う、ミスった。剣士使えるんだここで。強行突破ってなんだ。早く来い。服を切らして骨を断つ戦法。
強い。剣士使ってんのに。やっぱりならんなぁ。
天使は聞いてないよな。あ、犬種が犬種だな。全然動いてくれないや。私が動かないとどうしようもないのかこれ。なんで橋渡れないんだ。スイング能力がゼロだからかな。手はいるが、
OK。あ、去っていった。経過変更ってできるんだ。あ、なるほど。鉄砲が少ないからか。じゃあ最大限これでいきましょう。OK です。いちいちここに行かないといけないのは不便だよな。私も分かってんだよこれ。はい、分離終了。本丸そうだ、あと結構減ってるんだ。本丸あとはわずかで、危ないとこだったよな。そう考えるとオッケー。とどめを打ちがさせばオッケーなんだよな。オッケー。でまあ剣士だろうな。みんな剣士だろう。あ、なんか勝手に4に上がった。全部剣士。なんかすごい戦いの時間が長いな。30分以上戦ってるもんな。ビーム。鉄砲も増やさないとダメだな、これからは。ダウン。まあでもそんなあんまり関係ないけどな。でもまだ雨降ってるからこのターンでは無理だな。モチベはまあマックスなんで、うちがなんで使用できない。雨のためか。いやもうダメダメです。じゃあどうするか。やれることがない。早く雨止んでほしい。
もうちょっとなんだ本丸は。だいぶ被害被ったもんな、根殺衆のおかげで。来た。あ、これいけんじゃないの？あとわずか。つまり、あ、火攻めダメだ。雨降ってないかな。どうだ、これで破壊できるか。あ、ダメだった。でもこのターンでやろう。まだダメか。よっしゃ、福島正則が破りました。ついに倒しましたね。今後は52。あ、でもった半兵衛がトップか、まあ、プラス60なんで112稼いだが、うちがトップでありたかった。初期仕様で建築いいですね。1ヶ月以上経過したんだよな。早く飯食わせろ。一応セーブしとこう。あ、何？1ヶ月半ぐらいか。お、赤松真珠です。お、なんかしんどそう。これってまあ普通に長期収容で良い。半兵衛はどうするかな。半兵衛はいや、もう鉄砲が足りない。鉄砲を増やしてほしい。政務が62か、算術とか霊法弁術があれなのか。神社はまあいいや。金庫、モーリーが、え、さっきモーリー攻めてたじゃん。あ、
もうモーリー討伐しようと、なんか変わったな目標が。あ、羽柴を国主とした。ん、これって毛利を切り取れば、毛利が自分のとこに切り取ったとこが自分のとこにあるってことじゃないの？あ、もうかなか。じゃあもうあの姫路城に行くしかない。したもんや。で、これで姫路城に居城が変わった。あ、そうだ、でも今浜に結局出ないといけないんだ。まあでも主命を、あ、なんだ帰ってこない。まあまあ、そうだ、まずはあのこの人たちを薬やって回復させないといけない。もちろんマンキンタン。ワンターンは回復しないのか。今はいい。え、ちなみに拠点は姫路城はでかいし14,000いるね。住民安定度も最初からもう結構高い。鉄砲もあるし大砲もある。再度長浜へ。誰やっけ。あれ、そうなの。
愛人？高くても強い人。あれ？あ、石山本願寺で今度は戦ってる。最後のとこだもんな。でもうちはここ行ってもどうしようもないんだ。求めるものが大きい。いいか。まあ物品買っとこう。まずは不足の7って交渉もちろん承諾。薬や薬支度、薬買う、全部30ぐらいは買おうか。医術がまだ足りないんだよな。いや、こんなことしてる場合じゃないや。でもなんで、
そうだ、浪人の石田三成って今どこにいるんだ。石田三成って69年だからまだ元服してないんだ。これそれは意味がなかった。本拠帰還しましょう。あ、よかったね。国協約は備前を攻めろって言ってますね。まあ戻りましょう。お、結構うん、まずは妻と話します。はい、もちろん。これで満杯へ。大名の直進を与力として拝見してもらうことができるってなってますね。国衆だと主命に沿った地域の城を落とすと自らものになる。つまり肥前の国を取ると自分の領地になる。だから肥前をどんどん、取りに行く。肥前の毛利を取りに行けば OK ってことですね。肥前は岡山県の東部となります。さあ、間違えた、表情の間ですかね。金庫、すごいお金稼ぎまくってるやん。いや、2万もいらん。1万あれば十分だ。金庫、金庫、入金、貯金、3000ぐらい。ん？あれ？あ、合ってるよな。2000。表情の前に今日よく稼いでくれたな。今半兵衛が7万2000稼いだんだ。ナイスです。半兵衛、官兵衛か半兵衛かな。まあ有能すぎるよな。まあ武力なんか必要ないよね。じゃあ鉄砲買ってきてもらおうかな。ん、鉄砲調達の力って、あ、鉄砲が3か。例えば他に鉄砲4の人とかいないの？いや、算術とかが高ければそれでいいんだろう。池田さんとかは、池田さん久しぶりにまあ長期修行に行ってもらおうか。
ちょっと待った。なんか明智城へ、安土城か。行き先しぜや。これって使徒くれないんかな。安土城装備初めてなのか。忘れてた。本音は忘れてた。まあ、国主になったんで、もう特にあれをあげる必要はないよね。船が大事だからな。さらに今日の監視もできる。道路。あ、富田さんじゃないですか。富田さん、なんかプレゼント？あ、そういえば、そうや、具足買ったから、具足装備したいんだが、どうやって装備できるんだっけ？あ、なんだ、装備してるやん、もう。でも、こっちの方の装備が高い。これで、7の具足はいらなくなったかな。水軍とか鍛えなあかんのかもな、水軍とか医術とか。まあでも、それはこれからだな。とりあえず会いに行こう。あ、変更もできるんだ。与力依頼。よし。ちょっと、あと何人までだっけ。平手さん。太田牛、え、なんで太田牛一がこんなとこにいるんだ。太田牛一で信長後期の人か。佐久間さん、佐久間さんもいいですね。まだ17歳。いや、佐久間さんね、このまま史実通り行くと静ヶ岳合戦で死ぬんだよな。佐久間さん味方にしたいな。勇猛だもんな。ただそうなるとシーツから反射しまうよね。あ、この辺は弱い。この親子は。ガモーかな。でも年齢がちょっと行き過ぎてる。朝倉家ですね。さっさをちょっと欲しいかな。あ、ナイス。さっさ別に拒否されなかったのか。あれ、生きてる森さん。ただ寿命がな、あんまり強くない。いやー、朽木さんか。まあ悪くないよな。え、なんでここにいるんだ。宮部さん、霊峰弁舌がすごい強い。宮部慶純。あ、なるほど。宮部慶純は、シーツで、やっぱり味方になってんだ。あと、長安。長安ってあれだ。有楽祭だ。霊峰はすごい高いな。外交で欲しいかも。
くれるかな。あ、有楽祭くれるわ。あと2人かも。うわ、まあ悪くないけどな。あ、鹿之助いるじゃん。鹿之助を行きましょう。あと1人。あ、山之内さんじゃん。あんまり能力高くないな、現状。あ、三成いるやん。三成を味方にしましょう。え、まだくれるの？どうしようかな。あ、この人もいいな。有能だな。鉱山の能力と開口能力が高い。あ、花の刑事がいるやん。花の刑事。あ、まだくれるんだ。堀さんは、堀さん悪くはないけどね。まあ山之内さんに、ちょっと待った、もうちょっと。あまり多すぎてもな、まあ、あの給金が払えないからな。まあ最後山之内さん、ここまででいいかな。あ、これ8人もらえるってことか。この人なんか疲れてる。あ、死にかけなのか。あ、なかなか優秀やん。2級。この人取ろう。うん、OK です。これでラブラブ度が 1.5 に。いや、戦略は本願寺の攻略だけど、うちは本願寺を攻めない。なぜなら本願寺じゃないから、うちが攻めるのは。つまり本願寺を攻めるメリットがないってことか。もちろん買いますよ。いいでしょう。ということで、本拠に帰還しましょう。あ、鹿之助さんじゃないですか。これで新たな、城へ。いや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 。表情の前。一気にやっぱり増えましたね。
それから秀長へさっさっさね。花の刑事、山中鹿之助、山内和豊か。まあそのうち稼いでもらわないといけないからな、その分。まずは黒田さん、官兵衛をよく補佐して姫路城を守ったってなってますね。まあでも長期修行。さっさは対立することになるのか。さっさは さっさのメリットは騎馬隊が3ってことですね。馬を買いに行ってほしい。じゃあ長期修行でもいいような気がするけどね。武力74はちょい攻め部隊としては足りないな。これって外交だよな。礼法とか。これは？本願寺？いや無理でしょ本願寺は。松永とか絶対無理やしな。ってことは挟み撃ちしたいよな、できれば。長宗壁とか？あ支配になってる。支配まではいらん。じゃあ同盟、支配する必要ないんだよな実は。で政務が高いから資源調達で引き続き、有楽祭もそうだよな、外交だよな結局。ちょっと待って、有楽祭って佐藤か、佐藤蓮舫、足軽悪くはない。佐藤蓮舫、あなんか足りないな。武力としては全然ダメだからな。この人はなんだ、金森さんか。この人も蓮舫なんだよな結局。やる気がないから、弁舌さん、弁舌は1しかない。弁舌は2だ。ジョアン、ジョアンは鍛えてもらいます。ハチスカさん、ハチスカさんはそばに置いているねーかな。鹿之助は長期修行、まだまだ鍛えてもらいましょう。
長期修行。三成。ああ、すごいな。これ、鉱山、算術をレベルが、最初から高い。まだ10歳です。ちなみに。ああ。鉄砲、兵糧売却。でもね、まだ鍛えてほしいよね。まあでも、別にもう、政務とかあればいいから、十分なんだよな。茶道が4なんだ。茶道霊峰が4なんだ。花の刑事って。武力も高いけど、でも武力、逆に武力鍛えないとダメだよな。いや、わからんな。なんか特化しすぎてる。逆に。栗山さんはわからんな。中途半端だな。中途半端なんで、修行かな。でも、もう一人ちょっとやっぱりいいね。鹿之助が84か。花の刑事。足軽力は高いんだけどな。ああ、なしかな。こんな感じでいきましょう。あ、合戦はまだ早いか。これ秀吉を直轄なんだ。光月とかこの辺は三木とかはで、備前はまず攻めるとしたらこの砥石山城とか天津とかこれ三和坂か、岡山城までやな。ここの3つを攻めればいい。備中高松はそんなの通り備中だからなといったところで、ちょっとまあ国主になれたんで結構楽かな。こっからのお金も稼いでくれるんで、そこら辺で苦労することはない。ちょっと10分ぐらい買い物で席離します。画面このままにしておきますので、しばらくお待ちください。
はい、お待たせいたしました。ヨロロンさん、新武将とか際限なく作れるのかな？まだ最初の藤吉郎秀吉プレイなんでわからないですね。用事部はまあ結局雇ったけどそんなにいらんや。ちょっと食料とかどうなんだ？まあ、早く攻めた方がいいのかな。ちょっと最初攻めるのがどっちかな。砥石山城だから砥石山城で見に行ってこようと。戦力情報。これは兵士数普通。兵士数普通か。物資情報。普通っていうのがわからん。どのぐらいの普通かな。完全な。なのでネタバレ禁止です。とりあえず砥石山城裏紙って長崎じゃないんだ。帰りましょう。沖塩城ってなんだ？お、小平寺。結構大きいものを要求すんな。谷真珠。進展してもらえるんかな。まあ別にいいや。城に戻ってと。わかった。じゃあ行くか。砥石山城へ。名分が必要なんだ。悪行があるから。悪行が求められるから。じゃあ京へ行って。違う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 。
りあえず今日の町へ。クゲタクか。本願寺、まあ無理だろうな。天覧寺へ行かないとダメなんだ。法案じゃなくて、妙文毛利、あ、そうなんだ。まあでも普通に攻めて、あの寺に献金しての方がいいかもしれんな。悪の道だけど。あれ？ちょっと待って。拠点地図。浦上家か。これでいいんだ。え、嘘だろ。結構裏紙系ってね、朝廷貢献力が高いんだ。朝廷貢献力86だからな。ラブラブ度は高いのに、朝廷貢献力が高くないのか、いうほど。簡易とかかな。簡易とかが重要なのかな。秀吉って簡易もらってるよな。今筑前の神をもらっている。
もういいや、悪の道に走ろう。買うよ、買います。戻ってきた。鉄砲88手を購入した。軍学、ここで半兵衛が71か。兵糧がもう余りまくってるか、兵糧売却してもらおう。なんかすごいな、軍資金の数。どんだけ稼ぐんだよ。金庫、出金。金庫入金貯金へ。1万2万。じゃあ行きます。合戦、悪の道へ。もちろん、光秀頼みます。え、ダメ？うん。4000か。まあ軽く突破できるけど、それでもまだ援軍要請するか。神戸、安藤、北畠。安藤さんに。オッケー。備え配置。ね、軍議しゅ、あ、まあ意見聞いてみよう。 OK です。でもこれ多分半分以上減った。まあそりゃそうだろうな。剣手、
ビームが早く攻めないとあれかもしれんけどな。他に何？使ってみよう。同時一つだけか。野戦かめんどくさい。ちなみに浮田直哉はこのボスですね。やばい、連結が通ってる。待機、動き出した。過去撃破できるやん、これやったら。いいですね。じゃあ、OK。早っ！なんで？びっくりした。急に来た。来んなよ。
連携攻撃。終わりかもね。はい、終わった。終わった。一瞬で終わった。いや、まあ、インクは別にいい。間違えた。ポイしてどうする。早く行きたい。移動移動。呪文爆破できるないか。じゃあ剣手、剣手か、やり直しか。まあ、あんまり援軍としては多くないから、多くないよね。数名、まあちょっとフレーバー的要素っていう感じかな。千成病炭は、いや、なんだろう、共有味、全部備え対象かこいつら。あ、早っ。あ、降伏か。もちろん受託。どうする？一回戻ろう。ラブラブドア。嫌です。手合わせしたら勝てるわけないだろう。
あ、悪名は高まらなかったな。別に悪名は高まると思ったが、そうでもない。ん、ちょっと待った。能力が朝廷の弁舌とかは高いな。礼法とか外交かな、内政じゃなくて。そうだ、城をちょっと建てと、鹿之助とかへちょっと城を建てさせてもらおう。うん、建築誰が高かったっけ。建築は加藤清正が高いんだ。でもこれは昇進させないとダメなのか。で、清正は清正ができることは鉄砲を買ったりできるわけだな。まあ勉学とか高くないからな。結局訓練かな。忍術も差あるんだ、意外。あ、復活した、できた。どれぐらい切れてるかがちょっとわからないけど、戻ってまいりました。
人材調査ってそんなに役に立たないの。ちょっとスカウトに行ってくるか。翔平。残念。全然ダメじゃん。なんか間違ってばっかりだ。結構難しい今回。勝ったことは勝ったが。翔平は軍学弁舌なんだ。ちょっとこれ、長期修行。レナガが算術なんで、まあ軍資金調達だな。内藤ジョアン鍛えてきたけどまだまだ足りない。なんで長期修行、この辺は長期修行だろうな。栗山さんも長期修行、まあ出始めだしな。この辺は駒本って何。いいや。合戦はでも自分しか行けないか、今は無理だな。
か、拠点移動も可能なんだ。まあまだ早いな、拠点移動は。鍛錬をやろう。あ、水軍行ってみる。ちょっと水軍その間に行ってみよう。水軍といえば鳥羽水軍。こっちもあるけど、まあ鳥羽水軍でいいや。あ、なの前に。町へ行って、馬を買いたい。騎馬ってどのぐらいの能力やっけ、うち。騎馬は2駆しかない。でもまあ水軍を支持したいのは確かだからな。でも強い人。この人か。まずお茶を使う。主壁ってなんだよ、勧誘。残念。まあ、とりあえず、トマの鳥へ移動します。誰？はできませんからね。あ、この人は引き抜きできるのか。じゃあ、じゃあ、まあ武士になるつもりはないだろうからな。それはわかる。どこだっけ？その修行場を。はい。
これ間合いだよな、あの昔風化雪月がでやったように、じゃあ連携で、仙台ボタン。検証。5つあるな。ここまでいける。
連携。つい来たか。5。これって軍団長を倒せば OK やったっけ。秀吉を守るような動き入れよう。待機かな。あ、船内、あ、ダメだ、船内病棟も。もう連携します。総線心得、回路での移動速度は陸上への回道と移動する際の標準速度と同じになった。もう一回
ナリビョータ。ちょっと苦しいな。で、一斉攻撃。これ記載てる。点はしたが、なんかうまくいかないな、なかなか。
つぶやいてる。読んだもんな。結構は4か。
入られるか。帰りましょう。あ、そうなんだ。たくさん稼いでますかね。あんまり稼いでない。訓練度も上がった。馬も買った。116点も超も購入した。フルに回復です。一応セーブかな。あれ、なんか金庫えらい減ってない。そうだね、それに揃った。14,000あるんか。まだまあ長期修行で OK。 兵糧がまだ足りないよね。誰、さも有能ではあるが、ま、全然足りないよな。霊法が高い。算術は悪くない。資金かな。軍学と弁、あ、これ徴兵だ。徴兵です。で、移動とかできないのかな。部落祭は茶道なんで、使い道がないよな。官兵武力低いんだね。ただ算術は文句なし高いんで、サイト鉄砲の購入を。でこの辺は攻めてもらうから、ちょっと鹿之助だけはちょっと長期修行に行かせよう。あ、そうか、三成は内政だから、花の刑事はあれだから、まあ当然算術が高いんで、でもね、
ああ、でも全体的に能力高いのか。もうだって外交は無理、軍務は無理なんで。三成ちょっと、人事で昇進できないの？ダメか。じゃあまあ三成を兵糧売却させてっていう感じか。ラストの回戦かな。岡山城と天神山城がある。天神山城に行きましょう。もちろん頼む。ダメか。あ、前回よりは楽じゃないか。多分今度は神戸さんに。これ気になるのが兵糧輸送じゃない。やっぱり援軍だ。 OK。 軍備戦闘続行。まあ剣手1ターン目はとにかく剣手。あれ、これさ、もしかして、あ、移動で1ターン使っちゃうからダメか。花の刑事も出番です。基本爆破は無理だな。じゃあ雨なんで千成秒単で。軍技、軍技はいいか。能力高いからな、備え大将と比べて。援軍は要請できないんだ。じゃあまあもう軍備集合で。縄文爆破だな、当然。一気に減った。
何今の、あ、援軍が来たんか。軍の再編成ってできるんだっけ？あれ終わった後か。あ、もう縄文爆破しちゃおう。はい、大手門変えなく。当然千成秒短。あ、花の刑事のあれが切れた。で、縄文爆破。千成、当然千成秒短。堅守かな。剣士じゃないわ。そうそう、来るかもな。だから早く打ち破らないと。あの味方が、援軍が来るかもしれんからな。援軍来る前にちょっと打ち破っとかないと。あ、縄文爆破効かない。なんと1個足りなかった。じゃあもう1回千成秒短。剣士
で最後の戦いしましょう。あ、わずかに足りない。じゃあ強襲ですね。 OK、 あの兵の数から言っても城門ぶち破った方が早い。で、堅守か。でしょうね。え、停戦約定なんや。いや、停戦約定はダメだ。従属しろ。ギブアップだ。ギブアップしか許さん。え、まだやんの？
いやスピノターンで終わりだけどな。終わったか？まだまだちょっとある。行かないか。まだギブアップしないのかよ。終わりだ。帰りましょう。笹部勘次郎。結構ね、おじいちゃんですね。投与を試みましょう。解き放ちましょう。帰りましょう。塩増築テトリス。ちか。これが最後ですね。うん。フルに回復した。殺虫会を行いましょう。あ、まあ表情行くか。っていう感じですね。これね、気になるのが。
シェアを超えましょう。あ、出た、例のやつ。2516これって武将の移動ってし、できないのかな。弁鉄が3あるんだ。兵士数が圧倒的。こんなん何もしなくても勝てるよな。三兵は当然資金稼ぎだろう。でも兵糧がまた増えてるな。7万5000になってる。勘弁。算術、じゃあまあ兵糧売却してもらおう。ジョアンは全然ダメなんで、まだまだなんで長期修行かな。僕は訓練です。当然長期修行を。ちょっと待って、算術が4、弁術が鉄砲購入かな。花の刑事ちょっと鍛えてもらおう。じゃあ建築か。建築、水軍が今1、忍術が2、開墾が2、開墾あたりかな。
ああ、なるほど。これ基本的な能力の鍛えるなんだ。鍛えってことか。ひとまず、もう、いい時間帯になりましたので、ここまでに、したいと思います。なんか、今回、前回結構、足利義昭は追い出したものの、本願寺手こずりましたが、今回は、結構順調に、長島城を陥落させた上で、毛利討伐をために姫路城に行って、備前の3つのうち2つを攻め取る、切り取ることができましたね。あとは岡山城のみです。あ、物資均衡もいつの間にか1万超えましたね。はい、ということで、7ヶ月しか経ってないですね、前回に比べて。勢力図見ててもこれですからね、旗の家。そっか、旗の家ってまだ従属してないんだよな。丹波亀山を攻めに行く必要があるかもしれないですね。もう一方、こちら、いつの間にここまで攻めてるんだ。あと松永とかも滅ぼさないとね。まあ、まずは備前を制覇して、うちのものにして、それからの話だと思いますんで、石山本願寺は信長様に任せて、備前岡山城を全部切り取りましょうということで、ここまでになります。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローをぜひお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロープリーズ。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。この動画のアーカイブ、YouTube でアップロードいたします。2日後21時プレミア公開の予定です。ぜひ見てください。マイ YouTube チャンネルプレミアライブトゥ、アップロードトゥデイズアフター。マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウント持っております。X のアカウント、フォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。マイツイッター X アカウント、フォロー、アンドリポストアンドグッドボタンプリーズ。太閤立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。